はい、今回は、色鉛筆、風景の塗り絵をしたいと思います。これ山下公園ですね。ちょっとまあ、イチョウがね、黄色く紅葉して落ちかかってますけども、そこを描きたいと思います。それで、ですね、まず、もう下書きはしてます。じゃん、塗り絵ですので。まあ、どっから塗っても構わないんですけども、わかりやすいところ、本当は黄色はね、最初に使うと、色が薄くてっていうのもあるんですけども、まあこういうね、もうちゃんと下書きの線がしっかりとあるところは、その線があるのでね、こう、薄くてもこう、大丈夫です。で、黄色一色をこう塗っていくんですけども、まあこのイチョウの中で黄色くなってたり、少しこうね、オレンジがかっていたりとか、いろいろな紅葉が、じゃん、ちょっとこう見えますよね。そういうのも、意識して描いていくと、綺麗にいくと思います。まあ、駆け足で描くのでね、最初はこう、少しこう乱暴気味になってきますけども、本当は丁寧に丁寧にね、描いていくと、もうそれなりにいい仕上げになります。で、この下書きといってもね、なんかこう、線がきちっとこう、あるわけでもないのでね、木はね、逆に線がきちっとあると、硬くなってしまいますから、少しこう、曖昧な方が、こう、木の感じはね、出ますよね。で、今、これ、使ってるのが、イエロー。まさに、単純な黄色ですけどね。色の具合によってはね、こう、レモンイエローとかね、そういうのを使っても、いいと思うんですけども、あんまりこうね、薄くて目立たない色だとね、最初はもうどこを塗ってるかわかんなくなってしまいますので。例えばこの段階で、黄色を塗りながら、ここら辺を少しちょっとこうね、緑、したいなと思ったら、こう塗っててもね、全然、OK ですので、それはこう、塗り絵といえどもね、こう、絵を描くっていうことで、そういう楽しみ方をね、しながら。これは、モスグリーンですね。まあ、黄色とモスグリーンでね、こう、黄緑になっていきますから。で、これもところどころちょこちょこってこうね、ラフに描いとく。下書きの線があるので、大丈夫です。そしたら、こう次にね、こっちに黄色。ここももう塗っちゃいましょうか。で、黄色はね、薄いので、例えば、ここは黄色じゃない木の色を塗ろうとしたときに、少しはみ出してもね、薄いうちは問題ないので、で、例えばこの辺とかは、黄色の、ここは黄色とか、まあ、葉っぱなのか、抜けてる部分なのか、ちょっとその辺はね、間違えないようにした方がいいと思います。ここは抜けてますけども、ここは黄色ですよね。抜けてるってのは向こうの空が見えてる。空が見えてる時もありますし、なんか、小屋は建物があったりとかね。ただ、こう、緑がかかった、緑とか、緑色が、木がかかっているところは、まあ、そのまま黄色に塗っても構わないんでね。こんな感じでもってこう、塗っていきます。それで、今度はここら辺は少しこう、ちょっとオレンジっぽいような色が入ってるんですね。そしたらオレンジ。これは、ライトバーミリオン。まあ、メーカーによっていろんなね、呼び方があるので、で、ちょっとこうね、先端の方をオレンジっぽくす。というふうにして、こうね、書いていきます。まあ、最初はこう、黄色、バーンとこう塗っちゃった方が、作業的にはね、早く済みますけども、まあ、早くするのが目的ではないのでね。
この辺ですね。ちょっとここでね、オレンジ。もっと少し濃い赤を使っても、なんか奥行き。これは、バミリオン。奥に従って、こう、薄くする場合と、濃くする場合とありますけども、派手にしちゃうと、奥行きがなくなるので、そういう時は、これはプリックレッドとか、ちょっとね、赤でも、茶色が入ってるやつとかね、サイドが低いものを少しこう奥に持っていくと、そこで若干の遠近感が出ます。こうやってまずね、黄色の部分を少しこう軽めに塗っておきます。じゃあ次で今度は、こういう緑色の木、常緑樹ですね。まあ、下映えもそうですけども、そういうところを塗っていきます。で、気をつけなきゃいけないのは、これ、施設がありますね。建物。そことうまく、かぶんないように、それは、写真とか下書きをね、見て、ここはどうなのかなっていうのをこう考えながら書いていくということ。あとは、抜けてる部分は、ちょっとね、書かない方がいいんですけども、まあ、書いてしまったら書いてしまったでね、もう、バックの木としてね、考えちゃっていいです。で、今使ってるのは、これは、ザップグリーン。さっきよりも少し濃いめのね、グリーンです。で、これも軽く塗っときます。で、これで塗りながら、さっきのこの黄色の、ちょっと塗ってなかったなって思ったら、一緒に、この段階で、これ黄色ね、塗り忘れも塗るようにするといいと思います。こういうのってね、後からやろうとすると、わかんなくなっちゃうんですよね。こういう下映えもね。で、今これはザップグリーン一色だけ塗ってますけども、後で少し濃くしたりとかね。こういうとこですよね。まあ、これ辺は施設があるんですけども、これの上のね、屋根とかね。わかりづらいですよね。下書きでもね、書いてもね、わかりづらいんですから。実際これを自分で下書き してないと思ったらね。で、わかんないと思ったらね、一回こうね、もう黄色にしちゃうんです。で、その上で、あ、ここは、どうしようかな。まあ、バックの木にしちゃおうとかね。勝手にね。よく見るとこのね、バックの木の幹があるので、まあ違ってもね、そんなに大した問題ではないので、で、その時はね、手前のイチョウとバックの木とこうね、はっきり分かれるように、まあ濃くする作業はね、また後でね、しますけども、自信がなかったら全部もうね、森にしちゃってもいいんですけどね。よいしょ。細かいですね。こういう細かい時は、鉛筆を常にこう削りながらやり、書かないとですね。で、寝かしちゃうとね、こうやって寝かしちゃうとね、うまく狙ったところに行かなくなっちゃうので、あくまで立ててね、こう、やります。こういう下映えはね、例えばね、ちょっとアクセントで薄くしたり濃くしたりとかね、そういうこともしたいので、今一色単位塗っちゃうと、ベターってなってしまいますので、こういうちょっと植え込み、生け垣みたいなところは今こう塗っちゃいますけども、そこの下の植え込みみたいなね、とこは、明るい緑で表現するとかね、いろいろ工夫すると、楽しいと、幅が出ると思います。で当然、こっち側のね、右サイドの植え込み。まあ、これは、いろいろこう分けてますけども、同じ色で、分けているところで少し影をつけて、手前と向こうと、こうちょっと変えてみるとかね。
色をたくさんここで使う必要はないと思います。まあ、もちろん使っても構わないですけどね。で、こっち側の植え込み。で、さっき言ったこの下映えとかね、こういうとこって、描きながら、ちょっと黄色足してみようとかね、薄くしてみようとか、それは描きながらね、自分でアレンジしていってもいいです。例えば、こことかね、ちょっとこの奥をね、濃くして、手前ちょっと黄色入れて、黄緑っぽくしてね、こうやってね。ちょっと奥と手前、差を出したりとかね。この辺も、いろいろ重なってますけども、でもちょっと手前をこうやって薄くして、まあ、この後ろはちょっと別の、例えばそうですね、なんかこうオリーブグリーンとかね、そういうちょっと違う茶色じゃないや、緑でやってもいいですけども、オリーブグリーンあんまりやるとね、色が沈んじゃいますからね。そしたら黄色加えるとかね。こういうふうにしてこう、ちょっとね、差を出しながら描いていきます。はい、じゃあ次はこの奥の施設を描いていきます。これね、細かくてよくわかんない、ちょっと写真見ながら、まあ、この写真がこれとはね、ちょっとずれてますけども、まあ、だいたい同じだったらいいかなっていうんで、柱ですよね、これね。柱の部分をこう書いていくんですけども、全部塗っちゃったら奥に抜けてる部分がわかんなくなっちゃうので、そこは気をつけながら、ただ同じようなものがたくさんあるとね、どっかで絶対間違えちゃうんですけども、まあ、そうなったらそうなったでしょうがないかなっていうね。多分これは、ここはカビかなと思ってもまあ塗っちゃえばね。ただこう空いてる部分をね、ちょっと意識して作るようにすれば、なんかいいような気もします。まあこれは、なんかこう色がね、あるかな。今こうね、抜いてるとこ、これはまあ向こう側が見えてるっていうことになります。で、屋根。屋根薄くね。まあ、色変えてもいいですけど、まあ、ちょっと変えましょうかね。黄土色っぽい色にして、明るくしてね。で、今塗ったとこ以外は、まあ、奥に抜けてるかもしれないので、木を変えたり、そのまま、書かなかったりしてもいいかなと思います。で、右の、ホテルニューグランド、有名なホテルですよね。ここなんかはちょっとこっちに置いちゃおうかな。よいしょ。結構色が赤だったり、濃かったりね、しますよね。黒をボゴンと持ってってもいいんですけども、まあ、これインディゴですよね。その辺で持って少しこう、濃いとこ作っちゃっても構わないです。削るの忘れましたね。よいしょ。この看板、やっぱ黒使っちゃいましょうかね。黒使ってもね、こうちょっと、メリハリ出しちゃいましょう。これめんどくさいけど、こうやって書いちゃうとね、ベタ、こうやって書いちゃうとベチャってなっちゃいますから、最初はこっちの方で書いて、で、締めるとこだけ、ちょっと横にこうね、強く書いた方が、見た目綺麗に見えます。で、この、建物の中ってこうよくわかんないですよね。わかんないとこはね、なんかこう、窓があるのかな、壁なのかなってちょっとわかんなかったら、影にしておくのが一番無難なやり方です。ただそのテクニックって非常に難しいですよね。
まあだからこれは見よう見ように茶色とかね。茶色っていうのはこれはまあ影、ガラスがこうちょっと影になって、で、明るくしたかったら、その中でちょっと少しこう黄色加えたりとかね。赤加えたりとかね、こう、するんですけども、まあちょっとそれテクニック的なことになるので、あまりそれにこだわっちゃうと、ガチャガチャになっちゃいますから、まあ、ここら辺は、インディゴと茶色で、少し足元を締める。足元っていうか、このね、入り口を締めてあげると。まあ、手すりなんかちょっと、濃い色でこう。これも線で構わないです。なんかちょっとこれもよくわかんないとこは、こう。黒だと、しつこくなってしまうので、まあ、この場合、インディゴをちょっと使ってね。なんでインディゴを使ったかっていうと、窓の中ちょっとね、ブラウン系統で、ちょっとお店っぽくしたい。お店っぽくするのには、こう、まあ、窓ガラスで普通こうね、ちょっと緑色とか入ってますけども、こういう暖色系をね、こう、適当に持っていくと。で、サラサラっとこう、オレンジかけるだけで、なんとなく店の感じになります。で、フードの影ね。まあ、あと、このね、フードのところね、これはちょっとは、赤でね、こう、描いていくんですけども。まあ、ちょっと丸い感じを出したい。で、まあ、この手前をこうちょっと濃くしていって、上の方を明るくすると。ピンクでも構わないです。今これオレンジやってますけど、光が当たってるような感じにするのであれば、上の方を少しピンクという方がそれっぽくなります。今これピンクですけどね。で、この窓の中も、ですね、これ全部塗るの難しいので、例えば、この上の窓ね、インディゴで、まあ、縁に落ちる影。で、なんとなく、この色でも構わないで、ね、薄くこう。上の方を明るくするとね、なんかこうちょっとね、光ってる感じしますよね。で、下の方ちょっと濃くしてね。で、こっちなんかは逆にお店に通じてる部分なので、同じやってることを茶色でこう少しこうやってあげると。窓枠の影。で、少しこうね、今これちょっと、これはココア色。ちょっと派手になっちゃったけど、面積が小さいので、あまり細かいことを必要以上にやらなくてもいいと思います。ちょっとこのざっくり感がね、きれいに塗り絵を塗るっていうよりかは、なんかちょっと臨場感を加えるっていうね。そしたら、日の丸。この写真を撮った時は休日だったんですよね。これから横浜マラソン走る前に写真を撮りました。で、この壁塗っても塗らなくてもどっちでも構わないと思います。塗りたい人はグレーでも何でもいいから、塗ってもいいですし、まあ、今回は別にね、塗らなくてもいいと思います。で、ざっくり壁やって、次はこう、道路の方にね、行きたいと思います。はい、じゃあ道路を塗る前に、この、花壇の、立ち上がり縁石のところですね。これ細かいですよね。細かいからといって、一気にこう横に行くと、なんかこう、うまく感じがつかめません。で、めんどくさいんですけども、この間こう縦にこう書いていきます。これね、ずっと繰り返して本当にめんどくさいと思うかもしれないんですけども、
こうやって横に書いてしまうと、実際やればわかるんですけども、ベタでもって徹底的に塗りつぶすことをしない限り、汚いです。汚くなっちゃうっていうのは、綺麗に塗れないです。こっちの方向の線だけが目立っちゃってね。ただまあ、これも限界があるので、ある程度いったら、もう、こういう処理でもね、構わないんですけども、こういう処理ってちょっと線がずれると、非常に、逆に、みっともないので、まあ、ある程度は、さすがにここまで行っちゃったらね、こう、もう一本の線でしかないからね、こうやります。で、書いてその後で、こう、ちょっと足元こう揃えるとか、それはしてもいいと思います。で、今、ココア色やってますけども、レンガタイルなので、ちょっとこう、ブリックレッドみたいなものをね、こう、ところどころに加えるとね、なんかちょっと自然っぽいですよね。で、道路はね、グレーに、なんだけど、まあ、こういうグレーをね、塗ってしまうとね、ちょっと、あまり美しくないですよね。で、まあ、インディゴ、濃い紺色をね、塗ります。で、その時に、まあ、こっちの縁石は塗らないようにして、で、水平です。まあ、僕の場合はこうね、水平なものね、は、水平に塗りましょうってよく言うんですけども、塗り絵の時もそうですね。まあ、こういう白線のとこね、うまく止められない場合もあるかもしれないんですけども、まあ、その場合はね、最終的に、消しゴム使っちゃっても構わないかなと思います。けども、基本的には、水平方向。今、ちょっとね、力抜いてサラサラと書いてますけども、まあ、水平といってもね、これ書くときに、ちょっとこうパーツついてるんでね、全くの水平ではないですけども、気持ちの持ち方としてはね。で、ところどころ、いろんな色をこうね、ここは入れですとかね、こう、やってくると、青一色というよりが、ちょっとね、グレーに近づいたりとかね。で、まぁ、ちょっとフォローするときは、ちょっとこう、線の方向で引いても構わないですけども、それを一気に全部、線をね、なぞっちゃうと、しつこくなっちゃいますので、まあ、これは、後でもう一回ね、こう、しつこく書いていきます。で、歩道の部分は、例えば道路と一緒にしちゃうと、区別がつかないなと思ったら、少し違う色でもいいと思います。ね、違う濃い、鈍い色、例えばセピアですとかね。まあ実際ちょっとね、どうよりかは、ウォームグレーっぽい色。で、これも水平です。ここはね、イチョウの葉っぱが落ちてる黄色い地帯にするので、ちょっと開けてますけども。で、水平にして、まあ、さっきのこのね、インディゴをところどころこう入れてもいいですし、店の近くになったら、おっとっとっと。あと、紫っぽいようなね、色をこう、ちょっとね、入れてみるとか。まあ、ちょっとした華やかさの演出みたいなね、効果が出てくると思います。で、ここに黄色ね、まあ、イメージこういうことですよね。よいしょ、見えなかったかな、こうね。で、まだ色が入ってないところいくつかありますよね。それをね、これから入れていこうと思います。はい、それでは今度濃い部分。例えば、道路標識のね、ポールですとか、信号ですとかね。そういうところを塗っていきます。こうやってね。どうして私の役ではこうやってね、手間のかかるようなことをやるんだろうってね。何でもいいから塗っちゃえばいいんじゃないかっ
って思うかもしれませんけども、私のこのね、鉄則で、綺麗に塗るんだったら、短めの方向で塗った方が綺麗にいきますよっていうね。で、手前を濃くします。影がね、こちらから当たってる。で、その時はね、いろんな方向で塗っていきます。で、ここはみ出すのは嫌な人は、何か紙で押さえたりですとか、で、これで、塗った後に、よいしょ。いろんな方向で塗るついでに、こっちの縦方向でこういう線を引いても、それは線が目立たないのでおかしくないんですけども、最初からやってしまうと、線が目立ってきます。あと、こういうね、独特のね、この、道路標識のね、なんかこういうとこもね、こう、矢印とかね、塗っとくと、それっぽくなりますよね。まあ、こっちの信号なんてもっと細かいですよね。ここまで細かいとね、まあ、一発縦取りでもね、いいかなっていう気はします。ちょっとこの草だとね、要するに、こういうことですよね。こうやるとね、結構、この逆にエッジがボケちゃうんですよね。今、ボケないようにうまくこうやってますけども、なんとなくね、ここがこう、重ねてもいいけども、こうすると、エッジがボケないんですね。あと、いろんな方向で描きますからね。まあ、このぐらいの、このぐらいの幅だったら、まあ何やっても、あんまり関係ないかもしれないですけどね。大事なのは鉛筆を削って、細くして書くってことが一番大事です。で、こっち側ちょっと、これはもう一本書いて、濃く書いて構わないです。光が当たってない面ですね。まあ、これがあればこれだけで締まりますからね。あ、ずれちゃった。よいしょ。で、木。これは、ですね、セピア。36色には入っていないんですけども、例えばこの入っているバンダイクブラウンだけだと、ちょっとね、色がね、こう、薄いんじゃないんだけども、茶色ですよね。で、セピアのこの、なんかこう木のね、幹の色って結構濃いですよね。イチョウの場合は、まあ、なんか変なこと言いました？イチョウの場合はね、結構幹が濃いので、で、まあ上に行くに従って葉っぱの影とか出てくるから、より濃くなる。なるというか、こう影のね、こんな感じでね、こう、これね、これはもう最初からガシガシ描いちゃっていいです。こうやって見え隠れしてるとことかね、うまくね。これも削りが甘いとピシッと出ないですからね。あとは、ここね、下書きの枝に沿って、こう、書いていくと。こっちも同じですよね。まあ、最初からセピアでもね、全部書いてしまって、で、上からちょっとバンダイクブラウンでね、っていう方法でも構わないですけども、まあ、遠くに行けば行くほど色気が感じなくなるので、セピア でもいいと思います。こうやってこうやって書いていきます。で、この時にね、こう、奥のね、幹とかね、こう、書いていくと、あ、なんかここにやっぱりちゃんと奥に、イチョウじゃない木もあったんだって、こう、
そうするとその後で、じゃあここの葉っぱはもっと、緑を足そうとかね。こうやって書いていきます。で、こういう抜けてる部分、抜けてる部分どうしようかなってこう、これ書きながら考えても構わないんですけども、それね、本当に、写真通りに書こうと思うと本当にごちゃごちゃごちゃってなっちゃいますから、もう全く白抜きにするか、なんか空、ここまでは空はかかってこないけども、ちょっと青くしてね、ごまかしたりとか、いろんなことはね、できます。まあ、それが塗り絵といってもね、こう絵を作っていくっていう、絵を作っていくっていうことの、一番だからこう、大事なとこっていうか楽しいとこもあるんですけども、それはこれからのね、こういう細かいところをどう自分でもってこう処理していくかっていうことになっていきます。今こうちょっと鍵つけたりなんかしてね。で、その細かいところの処理の仕方というのは、個人で少しずつこうね、違ってきて当然構わないんで、ただ今こう漠然とこうね、基準とした色をつけてるっていう作業で、1回目は終わりますけども、ほんと時間があれば、ちゃんとこうやってやりたいんだけど、こうやるとね、なんか知らないうちにね、逆にどんどん太くなったりとかね、微妙にこうずれてきちゃいますからね。それでもこううまく描ければね。こういう空いてるとこ、細かいとこね、たくさんありますよね。それはじゃあ最後の仕上げでもってやってみます。じゃあ細かいところってのは、まあ、濃淡をどうしていくかっていうことなんですよね。まあ、あと、それプラス、なんかこう抜けてるところ。意外とこれ、なんか自分で書いてても抜けてますよね。よいしょ。こうやって幹描いていくとね、さらになんか抜けていくとこってこう気がついちゃうんですけどね。まあ、それをちょっと置いといて、こういう抜けてるところどうするかなって、もう、例えば向こう側の木にしちゃいたいと思ったときに、手前と差を出したい、明るくするか暗くするか、まあ、ちょっと暗くしたいんだったら、ちょっと青をね、インディゴ。加えてあげる。で、ここもちょっと手前と差を出したかった。この下の部分ね。ちょっとこう、加えてあげる。影の部分。インディゴか、これセピアか、どっちかでもってこう、影をね、こう、つないでいきます。なんかここレンガっぽいですね。ここね。うん、ちょっとこれレンガ敷きますね。こんな感じかな。こういう下映えの、特に下映えの影になる部分、下に映えになる部分、それは濃い色でこう、結構濃い色でこう、描いちゃっても大丈夫です。こういうところをね、下映えのこういうところを濃くすると、じゃこの上の部分、塗りやすくなりますよね。で、派手になっちゃったなと思ったら、黄色をやるよりかは、オリーブグリーン。で、少しこう押さえてあげる。で、これで濃くしたくなかったら、黄色でも構わないですけども。ただ、さっきのね、グリーンを強く描いてしまうと、暗くはなんなくて、こうやって、明るさが残ってしまいますので、それは注意なんです。このね、緑。特にザッポグリーンとかね、こういうのでね。これ調子に乗って描くとね、
ヒエーってぐらい明るくなっちゃいますからね。ざっくりと。ざっくりとやって、少しこう、下元、影にすると。なんかこれにちょっとなんか線が乱立してますけども、これは、遠赤の線と、火山の立ち上がりの線といろんな線があるんですけども、まあ、無視してもいいですね。で、こういう、細かいところの奥行き感。奥行き感を出すっていうのは、こう、手前と奥とを、こう、ちょっと区別するっていうことなんですよね。かと、これをビーって全部、塗っちゃうと、すごくなっちゃうので、ところどころ見え隠れするような塗り方。これ今、オリーブグリーンで、僕ちょっと濃く描きますけどね。なんとなく見え隠れするような塗り方で、おっとっとっと。奥行き感を出していきます。例えばこれはなんかこう向こう側の木かもしれないし、何かわかんないけども、そこにあるよっていう感じ。で、ここ、向こう抜けてるときに、なんか向こうも木があるなっていう感じを出すんであれば、あ、ちょっと緑が濃くなっちゃったな。緑と、黒は使わない方がいいかな。インディゴ。で、なんとなくこうね、軽めに濃くしとく。全部ベタっと濃くするではなくて、で、ここの濃さは、ちょっとこっちにも行けるようにしないと、ついつまが合わなくなっちゃいますから、そういうふうにしてこうね、抜けてる部分を濃くしたら、上の方にもちょっとこうね、つながってる感じを出さないと、で、これも全体的に濃くしちゃったら、ここもちょっと濃くしてね。急に木が多くなったイメージになっちゃいますけどね。でこれはもし開けたかったら、ここにこうね、奥の、あるかないかわかんないけど、木を一本こうちょっと付け足して、まあ、ここは軽い薄いブルーにしとくとかね。で、今これ空は描いてませんけど、最後に空も描きますけども、空はすごく時間がかかるので、まあ、一番最後に時間があったら書くとか、またね、ゆっくりと、そのうち書くとかね。そのうち書くといつになるかわかんないですけども。ちょっと濃くしてあげると。真っ白に抜いてるとちょっとおかしくなるんでね。まあ、これ辺も雰囲気ですけどね。で、調整っていうのはもう、ああいうふうにして、濃いところを見つけていく。あとは、さっきちょっと一番最初に描いたオレンジが薄いところがあったら、もう一回描いていく。で、黄色がちょっと足りない、薄いなと思ったら、黄色を足していくと。それを繰り返していきます。それを繰り返していって、どんどんこの色に厚みをつけていきます。パッパッパーとはね、なかなか説明はね、難しいですけど、今、黄色でもってこうね、全部をこう鳴らしてます。はい、最後にじゃあ空ね、空を描くときには、まあ、薄いのと濃いのと2種類用意した方がいいです。下の方は薄くて上に行くに従って濃くなりますよね、空ってね。例えばこういうとこですよね。これ見えるとこは薄いので、薄い方のブルーで、描いていきます。で、空を描くのは本当にこうね、地道に地道に細かく、時間を使って描けば描くほど、綺麗な空ができていきます。ただ今回はね、それを全部見せるのはなので、例えば、綺麗に全部を塗るというのではなくて、ちょっとこれを雲にしたいとかね。要するに、あえてこう、ムラムラにすると。それも、薄く描きながら、だんだん濃くしていって、くもんびやくしていくと。まあ、なかなか難しいですけどね。で、こんな時にね、こう、もくもくとした入道雲を描いたらおかしいですからね。やっぱそれは季節に合った雲を描くと。全部を塗るって本当に難しいので、
まあ、こういうところどころ塗って、それでもってね、空と言ってもね、ちょっとそれはそれで曇りがちの空となってね、いいのかもしれないです。今これ薄い方の色で塗ってますけども、徐々に空が見えてきますよね。描いてないとこが雲になってきますよね。これいろんな方向で描きます。一定方向だと、そこが線になってしまいますから、面にした方が綺麗ですからね。だんだん見えてきましたよね。こういうふうにして、同じ力で徐々に伸ばしていって、で、ある程度描いたら今度濃い鉛筆も使えて描きます。まあ、これがちょっとね、よいしょ、空に、少しこう、よいしょ。濃い空にしようと思ってます。ちょっとね、あまりこう、本当は縦で描きたいんですけどもね、そうすると見えなくなっちゃうんで、少し横目にしてますけども、こういう、際ですよね。こういうとこ大事ですのでね、白い余白がこう、出ちゃうとね、なんかこう、なんか塗り残しみたいな感じになっちゃいますから、塗り残しにならないためには、こうやって、ちょっと立ててね、それで際を大事にしながら描いていきます。で、しつこくしつこくこう、何回もこうね、描くんですけども、寝かしちゃうとね、何回も言いますけども、この白い、塗りきれない部分が出ますからね。立てて、で、しかも、削ります。ここが尖ってないと、こういう細かいところとか塗れないですからね。慣れないときはこう薄い色でもって全部塗ってから、濃い色にしても方が無難です。ただ、慣れてくるとね、ある程度、これ濃い方の色鉛筆ですけども、もう濃い方の色鉛筆からこう、入っていっちゃいます。まあ、これもね、当然、力そんなに入れてないですけども、で、細かいところを描くときは細かい動きになりますよね。かといって大きなところに行ったときに大きく描いてしまうと汚くなっちゃいますから、まあ地道な作業、何回も言いますけども。でも塗り絵ってね、それはそれで、多分塗れたときはこう、楽しいと思うんですけども、これは後で早回ししてね、お見せしますけどね。で、ポイントは、今、塗りましたよね。で、これちょっと白くなってますよね。で、本来だったら、線がはっきりとこう、塗り絵の輪郭線が出てるとこだったら、なんかやたら気になってしょうがないと思うんですけども、もっとぴったりと塗りたいっていうね、欲求に駆られると思うんですけども、こういう自然物のものとか、ちょっと線がこう曖昧なとかね、こういう今回みたいなものに関しては、例えば今、これだってちょっとなんか白いとかも、まだこれ黄色がちゃんと塗り切れてないので、ここからもう一回黄色をね、今度は逆にこの青の近くまでこう黄色を塗っていってしまえば、今、かなり濃い黄色になってますよね。最終的にはこのぐらいの黄色で全部ここら辺も塗ってもいいと思うので、そうやって、バックを塗ってからもう一回ね、この余白をこう、なくすような塗り方でしていくと。そうするとね、うまくこう、黄色、白がなくて空とかね、になっていくと思います。なんか中途半端でもってね、ここで一回終わるのも、なんですけども、まあ空をね、ずっと描いてるのをひたすら見ているのもあれなので、一旦ここで、今回はこういう過程で、塗り絵をやった方が
いいですよっていうことで、一回閉めますね。で、この後、ちょっと、ここの工程とか、その辺は、早回しで、ざっと見といてください。それで、あと、今回の、この、下書き。これはね、実はもう、下書きがあるんです。じゃん。なぞり書きブック。これにちゃんと下書きも入ってます。多分今頃書店にはもう置いてないと思います。残念ながら。まあその場合はね。どうぞ。ということで、一旦締め。